ジャガーノーノト、目の部分が赤く光っているガスマスクや金属製のロボットアームなどを身につけている巨大なトイレのキャラクターですジャガーノート・アストロ・トイレは優れた身体能力と高性能な装備を有している戦闘に特化した存在であり増標はもちろん強大な敵をも軽々とあしらうことができますまたジャガーノート・アストロ・トイレはピンチに陥った味方を助けに駆けつけたり亡くなった味方を悼んだりと戦闘強的な一面だけでなく仲間思いな一面も持っています トゥループ、エネルギーパックやヘルメット走行プレートレーザーブラスターなどを身につけている赤い瞳のトイレのキャラクターですトゥループアストロトイレは耐久力や継戦力が高くロケットランチャーの直撃を受けても支障なく活動を継続しナイフで頭を突き刺されても機動音を鳴らした後に再び動き出しますまたトゥループアストロトイレの頭部には錬金術において土や地球を意味する上下に区切られた逆三角形や四分割された円の記号が刻まれています ストライダー、ヘルメットやレーザーブラスター金属製の足装甲といったパーツで構成されている大きなトイレのキャラクターですストライダーアーストロトイレは地上での機動性に優れておりその足を用いることで重厚な装備を身につけていながらも滑るように素早く移動することができますまたストライダーアーストロトイレは機動力だけでなく破壊力にも優れており最新鋭の技術で作られたシールドプロジェクターを一撃で簡単に破壊することができます スカウトロボットアームやガスマスク、ヘルメットななどを身につけている、大きトトトイレのキャラクターです。ススカウトアストロトイレは非常に高い戦闘能力を有しており複数のハイテクノロジーな装備を駆使して縦横無尽に立ち回りながら周囲にいる敵を圧倒することができますまたスカウトアストロトイレは他のスキビリトイレにはほとんど見られない非常に珍しい身体的特徴を有しており本来人間の頭部で構成されている部位が犬の頭部に置き換わっています オブリ、金属製の翼や重機ヘルメットなどを身につけている赤い瞳のトイレのキャラクターですオブリテレータアーアストロトイレは他のアストロトイレと同様に優れた機動性と敏捷性を有しており信じられないほどの長距離を一瞬で移動することができますまたオブリテレータアーアストロトイレが装備している重機は一般的に普及しているものよりもはるかに高性能でありそれを用いて攻撃すると強固な装甲を持つ敵にも激しい損傷を与えることができます インター6枚の翼や航空機のような機体ヘルメットといったパーツで構成されているトイレのキャラクターですインターセプターアーストロトイレは優秀な機動性と俊敏性を有しており後方に取り付けられたエンジンを用いて戦闘機のような挙動で飛行することができますまたインターセプターアーストロトイレはその機動性と俊敏性に加えて高い攻撃力と戦闘技術も有しており高速で飛行しながら的確に攻撃を命中させて敵を倒すことができます アサイラント、飛行装置やレーザーキャノン、金属製のヘルメットなどを身につけている赤い瞳のトイレのキャラクターです。アサイラントアストロトイレは、優れた知性と戦略的な思考を合わせ持つ存在であり、単独で戦場に出向いて情報収集を行ったり、敵に甚大な被害を及ぼすために軍を率いたりします。また、アサイラントアストロトイレはそういった戦略的な行動だけでなく、単体での戦闘も得意としており、銃器や眼球からレーザーを発射して敵を圧倒することができます。 フィーメイル、武器や防具女性の肉体などで構成されているトイレのキャラクターですフィーメイルミュータントスキビリトイレはアストロトイレと敵対しておりそれらの勢力に対抗するためにスキビリトイレの一員でありながらもカメラマンやスピーカーマンたちと友好的な関係を築こうとしていますまたフィーメイルミュータントスキビリトイレは高性能な装備と優れた身体能力を併せ持っておりアストロトイレの防具を破壊したり腕力だけで大きなコンテナを移動させたりすることができます ソルジャー、ヘルメットやジェットパック金属製のアームグレネードランチャーといったパーツで構成されているトイレのキャラクターですバズソー・ソルジャースキビリトイレはアストロトイレに対抗するために作られた組織の一員であり情報収集や救助活動敵の戦力削減のために仲間と共に戦地に赴いていますまたバズソー・ソルジャースキビリトイレが背負っているグレネードランチャーは非常に高性能なものであり強固な防具を身につけた敵にも損傷を与えることができます スーパーマン、走行プレートやドラム缶、スーパーマンに似た人間の頭部といったパーツで構成されている紫色のトイレのキャラクターです。スーパーマンスキビリトイレは自己犠牲の精神が強く、攻撃の際には敵に向かって突進して自爆し、その爆発とドラム缶から飛び出た酸でダメージを与えます。この攻撃は威力が高く、レーザーやロケットなどの既存の武器では傷つけることさえ困難な、耐久性に優れた敵に対しても、確実に損傷を与えることができます。 レーザーヘルメットや走行プレートレーザーライフルといったパーツで構成されている白色のトイレのキャラクターですレーザーソルジャースキビリトイレはアストロトイレと敵対する組織に属する戦闘員の一人であり高威力のレーザーを用いて敵やその装備に損傷を与えることをなりわいとしています高い攻撃力を有している一方で防御力は低く高威力の攻撃を受けるとそれが装甲の上からであったとしても体がバラバラになるほどのダメージを負ってしまいます クラッシャー、車輪や走行プレート、重機、ジェットパックといったパーツで構成されている、車のような見た目の大きなトイレのキャラクターです。アーティラリストレーザークラッシャースキビリトイレは、カメラマンたちを乗せて戦地へ赴き、そこで暴れ回るアストロトイレを破壊しています。この際、アーティラリストレーザークラッシャースキビリトイレは、複数の重機から一斉に発射するレーザーや、ジェットパックによる加速と自身の重量を活用した突進、といった非常に強力な攻撃を用います。 マルチ。ロケットランチャーやミサイルランチャー、装甲プレート、ヘルメット、サングラスといったパーツで構成されている大きなトイレのキャラクターです。マルチロケッティアスキビリトイレは広範囲への攻撃を得意としており、ロケットやミサイルを発射し、多数の敵を一掃することができます。また、マルチロケッティアスキビリトイレは、同種の武器を使用するスキビリトイレには見られない、弾薬の装填機構を備えているため、短期間の戦闘だけでなく中期間の戦闘にも対応することができます。 ペンタ、重機やヘルメット走行プレート金属製の長い足といったパーツで構成されている大きなトイレのキャラクターですペンタレーザーストライダースキビリトイレは遠距離攻撃を得意としており身につけているすべてのレーザーキャノンを用いて離れた場所にいる敵を撃破します個体によってレーザーキャノンの取り付け場所が異なっておりペンタレーザーストライダースキビリトイレの中には胴体の周りに配置している個体や口の中に配置している個体などが存在しています ドラゴン。一対の翼や獣のような獅子トゲのついた尻尾といった特徴を持つ巨大なドリルのキャラクターですタイタンドリルドラゴンは強靭な肉体を有しており身体能力だけでジェットパックを用いて移動する敵に追いついたり体の頑丈さだけで溶岩の熱に耐えたりすることができますまたタイタンドリルドラゴンは速度や耐久だけでなく攻撃にも優れており口や翼から発射するレーザーなど身一つで行う攻撃で強敵を圧倒することができます ネメシス、人型の胴体や金属製の装甲、青色のコア、ジェットパックといったパーツで構成されている巨大なトイレのキャラクターです。スキビディネメシスは屈強な肉体と優れた身体能力を有しており、腕力だけで巨大な敵を投げ飛ばしたり、高威力の攻撃を身一つで耐えたりすることができます。それに加えてスキビディネメシスは、高性能な装備と、その装備を巧みに扱う戦闘技術も有しているため、強敵を2体同時に相手にしても圧倒することができます。 テレビモンスターのような口や赤色のコア青白い肌といった特徴を持つ巨大なテレビのキャラクターですゾンビタイタンテレビマンは多種多様な攻撃手段を有しており肩についているテレビを独立させて動かしたり胸のコアから強力なレーザーを発射したりすることができますまたゾンビタイタンテレビマンは攻撃面だけでなく防御面でも非常に優秀な性能を有しており体の一部が欠損していたり複数の剣で貫かれたりしていても 活動し続けることができます X 金属製の腕やマスク重機といったパーツで構成されている巨大なトイレのキャラクターです G トイレ X は視認できないレベルのスピードや自分よりも大きな敵を圧倒するレベルのパワーなど非常に優秀な性能を有していますその腕は変幻自在であり戦況に応じて臨機応変に重機や防具などに変化させることができます優れた性能を発揮するために莫大なエネルギーを必要とするため G トイレ X はその姿を長時間維持することができません。X 鎧を着た人型の胴体や金属製のマスクヘッドフォンといったパーツで構成されている大きなトイレのキャラクターです。ラージミュータントスキビリトイレ X は優秀な機動力と攻撃力を併せ持った存在であり戦闘の際には空中を飛び回りながら地上の敵に向けて高威力のミサイルを連射します。これらの能力は膨大なエネルギーを秘めた銃を吸収することで一時的に得たものであり。 力を使いすぎると最終的にその銃に体が取り込まれてしまいますバルド特徴的なスキンヘッドと薄汚れた白色の便器で構成されているトイレのキャラクターですバルドスキビリトイレは基地に富んだ存在であり未知のウイルスによってあらゆる生物がゾンビ化した世界でそれまで敵対していた勢力といち早く手を組むという選択をしました攻撃力や機動力は一般的なスキビリトイレと同程度であるにもかかわらず耐久力だけは非常に優れており アップグレードタイタンカメラマンが投じた巨大な岩石をその身に受けても命を落とすことはありません。